ヘルナンデスは色紙に祝福のメッセージを記した1-1ギャラリーページで見る。セリーグ広島1の8巨人25回戦巨人13勝9敗3分28日松田8月11日の中日戦の中堅守備で左手首を骨折しリハビリに励む巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手29イコール前レンジャーズ参加 3A イコールがリーグ制覇を達成したチームを祝福した。5月に加入し離脱するまで打線を牽引。自身の背番号42のユニフォームがベンチに飾られたことに感謝した。チームメイトのみんな、ジャイアンツファンの皆さん、リーグ優勝おめでとうございます。チームを離れた後も一軍の試合は毎日見ていましたし、家族と一緒に応援していました。この日は広島に呼んでもらい、優勝の瞬間に立ち会えたことを嬉しく思います。8月11日、中日戦、バンテリンドームの守備で左手首を骨折してしまい、調子が良かったこともあって気分が落ち込んだこともありました。ただ翌12日、東京ドームに荷物を取りに行くと、みんなが励ましの声をかけてくれました。その日から、自分の背番号42のユニフォームをベンチに掲げてくれて、気持ちが伝わってきて、すごく嬉しかった。家族が来日した時にはチームメイトと一緒に写真を撮らせてもらいました。5月に日本に来てからたくさんの方々によくしてもらっています。特に長野久義さんはロッカールームの席が隣ということもあってよく声をかけてもらいました。坂本勇人さん、丸義弘さん、岡本和真さんらを含めみんなで食事に行ったこともありました。4ヶ月ほど暮らして馴染むことができましたし、日本のことは全部好きです。今は左手のギプスが外れました。右手一本での打撃練習に加え、グラブをはめての捕球練習も少しずつできるようになっています。全治3ヶ月と言われましたが、少しでも早く復帰したい。そのために毎日練習を頑張ってベストを尽くします。巨人軍外野手エリエ・ヘルナンデス。エリア・ヘルナンデス1994年11月21日、生まれ29歳。ドミニカ共和国出身。アメリカ留学を経て2011年7月にロイヤルズと契約。20年12月にレンジャーズとマイナー契約し、22年7月にメジャーデビュー。MLB 通算14試合の出場で打率182、0本塁打、3打点。今年5月、巨人に加入。今季成績は出場56試合で打率294、65安打、8本塁打、30打点。8月11日の中日戦の中堅守備でスライディングキャッチを試みた際に左手首を骨折。185センチ、89キロ、右投げ右打ち。年俸5000万円、背番号42、一球速報へ、プロ野球日程へ。